党代表選なんですけど、うん、あの週末になる知事が民主党の方から、うん、都構想にその賛成だっていう声、賛成だっていう声もあったけども、うん、この前大阪の討論会の時に、うん、都構想に否定的な意見が残念だってことをおっしゃったんですけども、うん、具体的にその民主党からの都構想賛成っていうのは、その住民投票に賛成するというようなメッセージがあったのか、それとも都構想の理念そのものには賛成だけどもという、そういう大きい一般論的な話があったか、これはもう枝代表を通じてね、松野幹事長、通じて、民主党と、まあ、選挙区調整するにあたって我々の一丁目一番地背骨の政策を否定されればできませんよということをこちらから申し上げたところ、それは否定しないと、こういうことを言われたんで、そのどこまでの賛成かは知りませんが否定をしないという話の中で選挙区調整についてはスタートしたということを聞いてます。それはつまり民主党の当時の執行部にいた方からそういうメッセージがということですか。うん、そうでしょう ね、 ね、だからそこはまあそういう、まあ調整のクローズの話なんでね、それを誰が言ったのか、とかそんなことをね表に出すようなことはしませんが、要は調整にあたっては我々のその背骨の部分の政策を、当時から言ってるような政策的な、ものが全く正反対の中で調整できないわけですから、だからそういうことで否定しないと、大阪都構想について否定しないというご返事はいただいているということを聞いているということです。今後その野党 の、 その国会での共闘の方に影響されますか。いやまあ僕はもう今維新の党の役員ではないんでね、そこは執行部の皆さんが決めてもらったらいいと思いますけども、でももう何度も言ってますけども、政策的なもう背骨の、まあ言ったら何本かありますよね。これだけはやっぱり価値観を合わさなければならない。例えば憲法とか統治機構改革だとか、そういう部分においてね、全く調整をし、政策をまとめることなく一つになれば、要は今の民主党の中に入るだけですよ。バラバラの民主党の中に入って、国会議員の数が増えるだけと、そんな政党誰も望みませんよ、僕はそう思いますね。要は政界再編というのはきちっとした政策の旗の下で、集まってこそ値打ちあるもんでね、まあ、第二のバラバラ民主党みたいなものをまた新たに作って、国民の皆さんにどういうふうに理解されるのかと全く理解されないと思います。